外国人はね、まあ壊れればね、買えばそれでいいという考え方を持ってますね。私大切に使っていますので、もう10万年使っているんでね、傷はついていますけど、そう簡単に代わりの品物を思うものってありませんから。あれいけ使ったらね、ついてはすげえとね、もう傷がついたら嫌とか、いや絶対傷はつきます。傷は全く無傷ということも本当ありません。使っていてそれは無理です。そのためのねハードケースですからね、あれは立ってません、ボールです。今回ね、私山歩きでしたね。昨年はね平原、まあ平原といっても起伏ありましたからね、まあ、北海道らしいね、ここもいいです。こういうごく普通のね、北海道のライフスタイルね、やっぱりこれいいですよね。ね、いろんな調理できるのでね、もっと調理を行いたいです。まあ、今日のところはどう調理できるかわかりませんけどね。調理ね、できればホタテ、私ホタテは食べるんでね、お味噌汁作ったりね、まあ、広いとこと狭いとこと白はそんな広くないんでね、私の、最初にお泊まりしたところこれもお互いに作りたいからね、もう優先なんで、もうフライパンなんでね、作るのに限界、まあ家から鍋ね持っていけばよかったですからね。途中で買うのに IH 対応なんでね、もうどこでも IH 対応なんで、トイレも行きません。なるべく行くとね、勝手に移動させると嫌なんで。私もこれ横ね席空いていますからね。今調べました。空いていますから。前ならね、それはもう当然この席ね指定で販売するんで、ね、もう自由席にするか入り口のところにするかどちらかなんでね、仙台からもそうだったでしょ、私ご覧いただいて分かると思いますよ。火の鳥でもそうです、プレミアムシートでも。確かに、ね、展望席ね、まあいいですけどね、前までね、もう大変なんで、近郊という感じですよね。少しここで乗車するね。
48分で到着ですね。ともこまです。早いですよね。なんかでね、置くと結構なんかいいんですよ。高圧線にね、電波と鉄塔ね、なんか変なものね、なんか興味あるんって私言われますけどね、いっぱい列車が止まってます。で、このセルフドアなんでね、セルフサービス。沼の畑は南千歳です。新札幌。停車時間いつでも1分以内です。もう終わるとかですね。
幌駅着いて、まあ、闇間がね、収まる、闇間がなければ少し時間調整してから、少し遅れの遅れ、電話一本ね、取ればそれでいいことなって。全部の部屋が埋まってもね、まあ、個室もあるんですけど、ね、10人泊まるか泊まらないか、今日のところはね、2段ベッドとかね、その代わりね、4人ですね。あの病院のようなベッドです。まあ、それでもね、楽なんでね、沼の方です。まあ、贅沢なこと言えませんよね。それが安ければね。イオンでさ。
雨を収まってはですね、明るくなりました。恐怖で危険なんで折り方にがそれ畳みました。
目の平原です。空港増えてきましたね。空港増えてきました、帰るときはね空港ですけどね、結局ね。チケット買ってあるんでね、まあ、よほどのことないわけでね、もうそれがいつ帰るか分かりません。それは言えません。飛行機がいっぱい大変ですよね。ここで乗り換えて一駅電車もね、確かそのまま新函館奥多摩で向かうでしょうね。まあ測りませんけど、それはね、まあ、そんなに乗車しません。
近くの。30分です。ああ、キャリーでその他もね、もうあまり歩くのも、まあ、どうしようかな。高校札幌で、ね、歩いてもいいんですけど、ね。まあ行きたいんで、まあワンパターンですけどね、今のは。千歳です。オープンカーですね。オープンカー。いや、電車早いですよ。自動車遅いですよ。ね、11月から数えての。1年で4都市走破してるのはもう確かなんですよ。私のね、どうだろう。結局ね、前の席ね、もう座らないでしょ。わざわざここが特急乗る方もね、まあ、いますけど。銀行とかいますけどね、早く行きたい方は、まあ、エアポートでも、ね、どうぞ。してらっしゃいますよ。なかなかのね、つわものです。物おじいたしません。ですがね、商品に対しては丁寧です。少々ね、やっぱりね、まあ、気がしっかりしていらっしゃるんでね、そこの点がやっぱり違うんでしょう、神戸とはね。乗車していきます。このテーブルを片付けておきます。
新札幌から乗車いたします。座席も空いていましたから、空席も楽にするんですよ。楽がね、金払って楽がいいんだよ。楽は座席のターミナルまで歩くかどちらかですね。まだねオープンして1年か2年ですね。次は2年前訪れた時にも、ああどうだろうかと思ってね、その時はちょっと距離が自動車ないとダメと思ったんでね、私は自動車乗らないでしょ、運転もしないでしょ、レンタカーも使わないんでね、もともと自動車私嫌いなんで運転するの。あのね、いろいろと時間には制約されますよ、道内ではね。名古屋や大阪、東京のわけ行きませんよ、こんなところ。絵庭です。私ね、今ね、まあ、あいつなんですよ、あの釧路のね、ゲストハウスの娘のね、出身地なんですよ、今ってね、デブのね、タイプの大きい、それでなんかね、今ね、そのオーナーは確か釧路、ね、奥様が札幌の丸山娘がね、えにわなんでね、ついついなんかえにわって、ね、もう頭を思いますよね。いや、海賊も停車するんで、やっぱそうね、まあ、あの時は通過しますけど、ここえにわでしょう。やっぱり田舎町ってわけでやっぱり来ませんからね、こう自動車もそれなりにね走っていますからね。まあ道路の横断はね、何回か行いましたけどね、白老もね、あの室蘭もね、パークスのね、北広島のねエスコンフィールド、まあ、駅はねなんかできるようなんですけどね、まだ時間かかる。まあこれ話してもね、もういませんから。
北東郷ならこうはいきませんよ。ほぼね、もうあのホテルからほぼノンストップで、ノンストップ、まあ、前半後半と分けていますけど、自動車で早いですね。自動車様、あの白い車はね、いくらねスピード出してもね、あのね、まあ、北海道のね運転する方早いですけど、ね、それでもあのやっぱり電車がね、これ110キロ。熊がいそうですね、まあ、今日ねお泊まりのところの近くもね、ひょっとしたらね熊がいるね、熊に注意ね。まあだけど楽しければね、それに越したことありません。猛暑日知らずですけどね、あれはトラクターですね、除雪ですね。新札幌到着する私も、ね、下車でも、ね、広島ですね。東高、東方じゃありません。東高ストアね。東方は東方の線ですから、北広島。ね、札幌出発して北広島、恵庭、千歳、南千歳。で新千歳空港でしょ、これ。あの北海道らしいお家たくさんあります。いいですね、いいですね、いいですね、本当に駅から近いですね。私はねマグロとね肉があればいいんだけど、これがねボールパークスです。本拠地ですよね。まもなくね新札幌、なんか縁庭縁庭ってもう頭なんかこぶりついてますよね。ここもね熊がいそうです。ヒグマより怖いね、神戸人です。神戸人なんですよ。エゾシカも大きいですよね。
怖くありません。下手すか逃げますからね。近寄ってきたのね、蜂ですから大きなね、刺されてありません。ちなみに私、サルフツのあれね、アブに刺されましたけど。地下鉄乗り換えです。札幌市内に行きました。上平川渡り、札幌の程度は、ね、少し見にくくなりましたけど、ね、確かね、JR 北海道札幌新札幌到着すれば、まあ、まあ、足気をつけることなんで、ね、一番打てばいいというものじゃないんでね、効き目はいいですけどね、気をつけてね、一本打てば時間8時間に抑えてね、負けることも大変そうなんで、それで気を抜いてかけますけどね、時間最低8時間かけるね、以前さ、なおかつも1日2回までそのあともう12時間が必要なんだ。まあそれはね、限界だいたい私は基準ね、よく考えればそうでしょ、8時間一応、なおかつ11日2回までもう12時間必要なんだ。だから何時に座薬を打ったのか覚えておかないと、そうすると後がもう私が困るのでね、困るとも嫌なの、誰どなたでも嫌なはず。破れても捨てる紙袋もね、わざわざもう持ってきましょう。タオルでもそうです。捨てていいタオル持ってきましたから。まあ、消耗品なんでね。新札幌でもね、意外と買うんですけど、札幌駅で買います。動いててよかったです。気になりましたけどね、大変。まあ、果たしてね、東北出発された方はね、ヘリ、東北出発予定の方はヘリ、ね、ダメでしたからね。そして、サンライズエクスプレスの人気でしたね。座席は満席でしたけどね、私はもう、それもね、買っていれば予定狂っていました。もう早くもう、それでも私予定よりね、今回は予定が大幅にいつから桜大会ですかね、予定大幅にね、遅くなりましたけどね、新札幌です。イオンがないと思いましたね、あちらイオンがない、
体育館ですね。あ、少し仲良くなりました。銀行の方になるじゃあ私にも用意出します。この列車は特急です。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要。この列車は特急です。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要。特急券をかけてサプライズでそんなに距離ないんでね、次の快速エアポンでどうせ。全部たくさん取りますよ。安心札幌出発です。はい、いや、そうね、札幌ですね。イオンが見て、イオンで立っちゃいい。イオンが見ないね、イオン、コープ、札幌、そしてセコマね、エネルギーのね、源ですから。もうあとわずかです。ケースしまきましたからね、まあ、レンズ3本キャリーケースなんかもしまってます。あー、ごめんとなりました。札幌貨物ターミナル、はい、ご乗車ありがとうございました。札幌です。もう札幌しないですけど、すぐ行ってない。時間通りに到着です。私登場です。はい、まもなくね、札幌です。札幌、仙台、横浜、名古屋。それじゃない。豊平川渡ります。豊平川渡るとね、札幌なんでね。
高度が落ちてね、そしてトウフラワーが当たりますね。はい、トウフラワーです。札幌です。来ましたね、今回はね。小樽もね、もう一度来ましたから、観光客だけなんですよ。来ましたかね。まあ、今回ね、行きたいのは羊ヶ丘展望台と北大ね、北海道大学のね、小倉なんですけど、まあ、北大は地下鉄なんや、バスでね、札幌駅まで地下鉄は雨降ってますね、少しね、まあ、時間とか大切ね。天候本当変わりやすいんで、まあ、この雨も抜けるでしょう。JA 病院が見えて、確か JR 北海道札幌病院が見えて、そしてテレビ塔見えました。以前よりもちょっと見えにくくなりましたからね。それでもまあかすかに見えて、札幌です。お疲れ様でした。無事到着です。テレビ塔がね、あちらに見えておりますね。帝国到着です。テレビ塔を見ますとね、北のね、大都会に到達してて実感ですよね。私はもう行くだろう。少し降ってます。これね、バスターミナルに、バスターミナルとバス乗り場に向かうとね、エスタがそのままですからね、解体も行われておりませんね。到着です。テレビ塔が見えましたね。札幌の地に君の名を書く森きっと。雨降ってますね。到着しました。新幹線のコーナー、かなりね、開業がもう延期になりそうです。工事中の方行きますね。工事ですね。はい、到着です。到着しました。札幌です。到
着です。お疲れ様でございました。用意します。私も下になります。もう出なくていいんだよ。到着しました。札幌です。到着しました。札幌到着です。雨降ってましたね。はい、こちらね、私、この2号車、こちらにいる。こちらね、忘れ物ありません。大丈夫です。忘れ物ありません。大丈夫です。札幌です、こちら。少しやはりね、湿度が高い、ちょっと暑いです。ここあれなんですよ、ホームね、これ U シート、無事に札幌駅到着いたしました。はい、もう人いません。私はエレベーターで、慌ててもね、どうしようもありません。
ことありました。気をつけて、こちらのドアが開きます。こちらのドアが開きます。上に参ります。ここに行きます。皆様のご理解とご協力をお願いします。まだね、時間が、まあ、たっぷりとあります。お弁当、はい、やってまいりました。再びまいりましたね、札幌にね。お弁当、阿久津から来ました。特急御坊津2号はただいま八幡線に到着しました。 The limited express 御坊津2 from 阿久津 has arrived at platform 8. 気に入ったのにちょっと色気なんだけど、もう生まれたんですけど、いやいや、売り切れない、パンで、ケーキ、もうパンですか、遅めた。これからお客様のお願いします。通勤通学時間帯は階段及びエスカレーターが階段に使用の際には暦上はね、平日ですが、急防の休暇なんで、大量の人、やはり大都会ですよね。大都会でも何となく違いますよ。東方線、まあ、雨ね、でなければいいんですけどね。こちら東方線、こちら北海道線。じゃあこれ、お願いします。これ向こうでいただきたいんですけど、はい、はい、いただきました。はい、札幌到着ですね。お、暑い、暑いようで暑くないようで、なんかよくわかりませんかね。暑いようで暑くないようで、サンドイッチも、ね、人が来てますね。到着しました。これ暑いんですよ。されるの、ね、
これはね、サンドイッチのね、JR 北海道ご利用いただきましてありがとうございます。折り返しだ。ね、サンドイッチのね、販売機。美味しいんでしょうか。マジで分かりませんよ。味はね、もう作っているものをね、ご覧ください。お金、献金か、献金かの、現金が可能なんでしょうか、なんかよくわかりません。現金か。IC 可能ですね。あのチャージを行ってます。あと、私もチャージね。はい。必要なんです。バスなんか絶対ね、チャージ行った方がね、便利いいんだけど。あの、スイカに。なんか暑いですね。ドラッグはね、東方店と南北店、やはり札幌ですよね、こっちね。札幌、北の台とかやってまいりました。ねえ、札幌移住しませんか。何回の話、北海道移住しません。家が相当な覚悟やっぱ必要なんだね。ねえ、神戸いたね。病気か強いもんね、うざい神戸人ね。無料の飾りもね、いくらね。回転してます。サッカー高校です。JR タワー納涼コンチ。いい音がありますけどね。まあ本来の風です。納涼私ね。普通に私が雨降っていますが、これは地上を変えましょう。雨降って、雨が降っていると地上を変えましょう。ただいま時間は11時24分。 JR タワー大体もうね、もう分かっているのに、どこに何があるかというかね、わざわざ雨降っているのに地上は歩きません。地下の歩行空間、ね、バスに乗車するのなら日本で、バスに、ね、乗車するのならここからがいいんだよね。ここからもうそれが、ね、ここからがもう無理な鈴木のならもう地下鉄で南北線なんですよ。南北線でね、終点のね、言えばマイク、いやマイク駅じゃない、マコマナイなんです。まこまないからね。まあ、そうも随分変わりましたからね。
時間そんなに重たくないんでね、これ今日は珍しくね、まあマグロでも見てみましょうか、大丸に行って、まあ、今日買うかどうかまだ決めない。そうなんです、うん、今日外に行きましょう、バカのライブクルーです、まあ、強風ですけどね、まあ、雨ですね、はい、これはちょっと控えましょう。まああとね、大丸マグロなら、ね、大丸の札幌の大丸です。袋ね、東室なんで、なんか飛んでいますかね、まあ強風なんかね、そんなに真剣に考えることじゃありません、真剣に考えることじゃありません。中暑いです。なるほど、中暑いです。大丸人が近かった、もう分かっているんで、私もね分かっているんでね、かなりね、少し出ますよ、強風。なんか空気がちょっと暑いです。札幌らしからぬ空気だね。なんでいますかな、なんか小雨です。失礼します。まずはね、無事に札幌到着しました。でこちらまずね、私もうなんか分かってない、札幌駅到着しました。地下鉄、札幌市営地下鉄南北線東北線の入り口です。でこっちが JR タワー、まずはね無事に到着しました、こちら大丸です。